男性六人組グループストーンズの最新シングル、国家」が、週間50.0万 PT、50万 20PT を記録し、6月23日発表の最新、オリコン、間合算シングルランキングで、通算九作目の一位、獲得した。週間ポイントの内訳は、CD、49.5万 PT、49万 4854PT、デジタル、ングル、 単曲、デジタルシングル、バンドル、トリーミング、0.5万 PT、5166PT。同時続け、オリコン週刊シング、ランキングで、初週49.5万枚を売り上げ、初登場1位、獲得。この CD 売り上げ枚数のポイントが大きく牽引、合算シングルでも1位となった。また、週刊ポイントは、 自身通算3作目の50万 PT 超え1を記録。さらに、男、アーティスト史上2組目となる、通算9作目の週30万 PT 超え2も達成した。その他2位には、同時続け、週、ストリーミングランキング、週刊デジタルし、グルー、曲ランキングで共に1位を獲得したよ遊び。イドルが、ランクイン。4、 24区から10週連続トップ5入り置き。3位には、同日付け、週刊シングルランキング2位の、ジュルム、アイノケダモノ、同創生がランク、ンした。1、ストーンズの、合算シングル週刊50万 PT 超え他作品、ナビゲーター、2020年8月3日、62万 1656PT、マスカラ、2021年8月23日付。 50万 2411PT2、合算シングル週間30万 PT 超え作品数6同一順位は、達成順1位、乃木坂46、キングプリンス10作3位、日向坂46、ストーンズ9作3シングルランキングとは、合算ランキングは、CD の売り上げ枚数、デジタルダウンロードの DL 数、 ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンでは CD ランキング、デジタルダウンドランキング、ストリーミングランキング、それぞれ発表した上で、それらを総合した、を、今月3シングルランキングを発表。詳しい経営方法は、弊社ウェブサイト、オラカンニュースを参照 PT イコールポイント。今年度は、2022年12月26日付より、 スタート、週刊合算シングルランキングは、2018年12月24日付。よりスタートクレジット、オリコン調べ、2023年6月26日付。集計期間、2023年6月12日から6月18日。